まずはこの党紀委員会の処分案、処分内容について詳しく教えてください、はいね、今中継もあって今始まったところ でこういうことが今正式に決まるかどうかというところで今決まっていくだろうと、はい、で今回の処分はですね、何を処分の対象にしたかというのが明確になる部分があって、この一番厳しい離党勧告、党員資格停止、この半年なんですけど、1年のこの4人はですね、安倍派では、パーティー資金を返す、キックバックする、でそれを収支報告に載せない、裏金化する、その問題を実はこの4人は止めうる立場にあった可能性があって、2年前の2022年、この4人で一旦安倍派でやめようって言ったのを戻っていた時の4人は厳しいですよね、特にその中でも塩谷さんというのは会長の代理、偉いところにいた、参議院の世耕さんは参議院を取り仕切る偉いところにいた、ので厳しく離党勧告、4人なんだけれども、役職がここに比べると会合に出てたんですが高くないところが党員資格停止、ここにまず厳しい処分なんですね、でその後にこれ高木さんで事務総長をしていて、安倍派事務総長の中その会議には出なかったんですが、等しく厳しく半年にこう短くして党員資格停止、それ以外の人は、萩生田さん、安倍派5人衆とか幹部とも言われるんですけども、このキックバックを止めうる立場で止めることができなかった人以外の人がこう低くなっていって、党の役職停止、萩田さん、とかいう形の処分になっているということなんですね。なるほど、でその中でこちら安倍派5人衆という話ありましたけれども、この額ですね、見ていきますと萩生田さんは2728万円ということなんですけれども、他の人よりも多いわけですよね、値段は。でも党の役職停止ということ、このあたりはどう見ますか。そうですね、党の役職停止がじゃあ軽いのか重いのか、自民党の中にはですね、やっぱり萩生田さん、政調会長は前というとおり辞めてますので、実質的にダメージないじゃないかという指摘の声もあるんですね、ただそこは萩生田さんに限らず役職止められるということはですね、この後自民党では半年後には半年以内に総裁選挙、あとは衆議院選挙もいずれ1年ちょっとである、そのために人事をするんですね、そこで萩生田さんはずっと平議員でしかない、役職に取れなれないの で自民党って何が与党としてすごいかというと、党の中で役職についてそこで政策を実行し予算を取ってくる、それがですね、こう自民党の力の源泉の一つでもある中、今言った選挙もある中、そういうのになれないので役職停止は本人にとっては処分される側にとっては痛い、自分の選挙区の皆さんに対するアピールポイントが減るわけですね、こういう役職でこういうことをやってきましたよ、ということが言えなくなる、というのが痛いというのでダメージがあるというのが言えると思いますね、あと処分の軽さという意味では森元総理との関係が近いとされていたことで軽くなったのではないかということは、そのあたりはどうでしょうか。そうですね、これも自民党の中に萩生田さんというのはですね、文部科学大臣やっていて、森元総理も文部科学大臣に当たりして、外の関係が深いとされている、麻生さんとも関係が近いとも悪くはないと言われている、あと菅前首相ともなどですね、いろんなところのキーマン的立場にあるので、処分をされる萩生田さんが何とかはできないんですが、逆に上から萩生田さんにこれは自民党議員の中から手心をかけられたんじゃないかみたいな意見も出ているんですね。なるほど。でも金額大きい割にはやっぱり他に比べてちょっと軽めな処分になっていること、これもしかしたらポスト岸田を睨んだ判断ではないかという噂もありますか。そうですね、萩田さん先ほど国会出るときにですね、国会議員の中でこの処分にあたって弁明書っていうの、自分は違いますよっていうのを出すときに声かけられていて、出したんですかったら、はい、淡々としていて、だから本人がこの処分で良かったのか良くなかったのか、それは読み取れないんですけども、逆にその今パックンおっしゃったように、その幹部からすると今派閥がなくなったことに一応なってますよね、でも安倍派って100人近くいて、それが今流動化している中、やっぱりこう安倍派全員こう切っていくと、そこを次どうするのかという時に要になりそうな人、さっき言った人間関係もある人というところで萩生田さんをっていうのが、まさに上側から処分をする側、幹部からすると手心があったんじゃないかと、こういう意見もやっぱり議員の中から出るんですね、一応克服できる程度に収めるみたいな感じですね、そうですね、だからそう考えると、いずれにしても処分がどういう基準でどう行われたのかわからないから、あくまでこう、そうじゃないかという話になってしまうのも良くないですよね、そうですね、やっぱりね、このさっき最初に申した、安倍派のキックバックをしたかったっていうのなら分かるんですけども、そこがだんだんその情実というか人事がある中で分からなくなっている、そういった中でですね、この二階派の武田さんもですね、今これ、
党員資格停止か、うん、党の役職停止かというのはこう言われていて、おそらく、ね、はい、こっちの方になるのが今濃厚なんですけれども、はい、武田さんのこの処分もですね、あれこう、まあ、事務総長やってるんですけれども、うん、二階派で軽い思いというか軽いというような意見も自民党内から批判で出ていて、はい、じゃどういうところから出てるかというと、あ、くっついちゃった、そう、当初こことこね、最後までこれ分かんなかったんです。分かんないです。でここにいた時に党員資格停止、はい、これ二階派の人からは、二階派は安倍派でもと同じくパーティーのお金返してたんですけど、うん、キックバックしてたんですけども、はい、派閥の二階派は登録をちゃんと、収支報告書にしていたので、はい、安倍派と違う、違うんじゃないですかね、二階派から門が出て、はい、あ、こっちって言ったんですね。でも今度は安倍派とか他のところからですね、いや、おいおい、武田さん事務総長だろ、うん、はい、そしたらこっちじゃないのと、なるほど、こうだんだんこう人間関係が出てくるんですけど、いや、二階さん、会長二階さん、うん、今先週会見しましたが、私は次の選挙に出ない、会長が重たい席に取ったんだからこっちじゃないの、というようなこう人間関係とかも含めて今こっちになりつつあるような基準とね、こういろんな人間関係が混じってくるからわからないんですね。だからまあ周りから言われていろいろ変えてしまってるってことですよね、はい、ですよね。しかもあの今の説明を聞いても二階派とか安倍派とかよくそういう単語出てきてるじゃないですか、うん、派閥なくなったはずなのに、まあ、これは事件当時はあったからっていうその名残なのか、はいはい、それでもやっぱり党内力学的にその存在がまだ残ってるかどうか、実はね、やっぱり今取材をしていても、うん、あのやっぱ物事の物差しがまだ派閥から出し切れていなくて、うん、で大半の議員はですね、派閥なくなったとは言いながらですね、やっぱり次の総裁選が近いところもありますので、うん、はい、その時にどう議員を集めるかという時にはまだ派閥の力学みたいなものはなくなったとはいえ、うん、だからやっぱり派閥はなくなってないんじゃないのっていうのが根強く批判されるところでもあるんですね。なるほど、はい、で弁明書をめぐって、いろいろあるわけですけれども、はい、塩谷さん、そして世耕さんの処分についてはどうなっていくかということですね、この後ね。そうですね、はい、この後、決定でやっぱりここを厳しく離党勧告にすることで自民党の中にも処分が実は甘いんじゃないかという意見があって、うん、これ世の中の人もこれ処分が分かりにくいとか甘いとかあると思うんですよね、はい、で同じく自民党にもあるんですが、自民党の中ではちょっと違う理由で、自民党の中にも今回のお金の問題に関わってない派閥の人たちは、次選挙近い時に自民党をバサッと処分してくれたら自分は処分されなくて、だから厳しくするって、だから厳しい処分が出ると自民党の中には良かった、次の選挙は自分にとってプラスだというような思いもあったりして、こうなんかこうなんていうか、自分の思いで処分に対する評価が出ているところなんですね。なるほど、いろんな思惑がそこにあるということですね、うん、はい。